地域社会学、地域社会学、地域社会学は、地域の構造や機能を多角的に分析する、社会学の一分野である、都市社会学や農村社会学に隣接する分野であり、都市と農村の接合領域として出発した、黎明期における著名な研究者として、福竹忠、し、はすみと島崎みのらがいる。日本の地域社会に対する、 社会学的研究は、日本資本主義社会の拡大に伴う、地域社会の変容と気を一にしている。すなわち、地域社会学に関しては、1960年代末頃からの高度成長に伴う広範な都市化の中で、都市と農村の区分が自明なものではなくなり、この中で、都市社会学、農村社会学を超えて、地域社会学を築き上げることが必要であると、言われるようになった。 全国総合開発計画等のナショナルな都市開発が展開されるようになり、マクロな全体社会の変動のうちに地域社会を分析する機運が高まっていたのである。しかし、当時の都市社会学、農村社会学は前者の場合、その家村論、後者の場合、シカゴ学派が全体社会の政治経済構造を捉えるものではなく、そこで地域社会学が提唱されるようになった。 戦後初期の日本では、福武忠をはじめとして、農村社会学のウエイトが大きく、農村社会の近代化が主要なテーマであり、構造分析による研究が盛んになされていたが、地域社会学でもこの手法が採用された。すなわち、地域開発を担う、地域自治体の構造と、それが、住民生活に与える影響を視野に入れ、ここから、 開発政策の欺瞞性を認識して、これに対抗する運動が、いかにして生まれ、いかなる成果を上げていくのかが、分析対象となったのである。この中で、住民運動の主体化をめぐる、理論形成が課題とされるに至り、当時の都市問題や公害問題の分析手法を取り入れながら、似た外科門らによって、社会家庭分析、住民運動論が展開されるとともに、 地域住民生活の分析手法として、布施鉄春らの生活過程分析などが展開された。また、他方では、そうしたマルクス主義的影響下にあった研究とは別の流れとして、大都市郊外を中心とした新中間層の台頭を背景として、都市コミュニティとしての地域社会形成が分析対象に据えられるようにもなった。ここでは、旧来の町内会、 実地会の役割を評価する研究と、町内会、実地会に代わる新たなコミュニティを求める研究とが並行して進められた。また、80年代以降は、アジア地域を対象とした国際比較研究も進んでいる。この間の代表的な研究者としては、秋元律郎、奥田道博、鳥越明の藤田博吉原直樹らがいる。 1980年代までの日本の地域社会、研究は、多くの社会科学研究がそうであったように、基本的には、当時の冷戦構造の対立図式を引き継いでおり、つまりは、機能主義的な近代化論とマルクス主義の対立に、緊迫されていた。しかし、80から90年代以降は、新都市社会学、空間論的展開の影響を受け、 それまでの近代化論的研究法、マルクス主義的研究法の双方の再検討が促されることになった。ただし、この議論の転換はまだ完了しておらず、これらの影響を受けた都市社会論、地域社会論は多様化し、実証研究との接点も拡大しており、この中で新たな地域社会学の理論的パラダイム、織り出すことが求められている。 この中で注目されているのが場所論であり、場所はアイデンティティと共同性の源泉であるが、それが閉鎖性ではなく開放性の中でいかに形成されていくのかが焦点となっている。以上のような理論的動向を背景として、今日では市民参加やまちづくり論など都市的な公共性と共同性のありように焦点が当てられるようにもなっている。また、 マイナーではあるが、地道に量が重ねられているのが、地方の都市との村を合わせた、地方都市圏の研究である。地方都市圏の研究がメジャーにならないのは、地方圏の研究をすべき、社会学の大学院、特に博士課程が、地方には少ないことや、優秀な研究者が、ステータスやレベルが、高い大都市の大学に移ることが挙げられる。さらに、 ここの地域問題に対応する形での研究も数多く蓄積されており、とりわけ近年の防犯、防災、福祉、教育、自治、観光等における地域への関心の高まりを背景にして、地域社会学の果たし得る社会貢献の強敵可能性が広がっている。構造分析は戦後日本の存落構造論の展開の中で福武正氏によって着想された。 研究手法である。福武は、家村に焦点を合わせた、従来の農村研究における、非歴史性、非科学性を、マルクス主義に立脚した、政治経済構造分析によって、乗り越えようとした。すなわち福武にとっての村落構造とは、経済構造を基礎として成り立つところの村落の、全体的社会構造、すなわち政治構造をも含む、 損落社会のの全体的仕組みなのであった。1960年代以降の住民運動の交流の中で地域社会研究においても原子力発電所、バイパス、新幹線、ショッピングセンター、石油コンビナートなどの建設をめぐる運動の現場に入り込んだ地な調査、研究が行われるようになった。こうした研究によって、 それまでの構造分析による手法とは異なり、運動の主体化に力点を置いた一周アプローチが取られたことで、住民運動は生産現場の労働運動を離れた消費生活面における自律的な社会変革の方が形態として見られることになった。1980年代に入るアラントレーヌやユルゲン・ハーバーマスらの公共権論、社会運動論が紹介されるようになった背景には、 以上のような住民運動研究の蓄積があったので、ある。生活過程分析は、主に、青い夫らによる構造機能主義に基づいた生活体系論と、伏瀬哲春らによるマルクス主義的な生活構造論に分けられる。伏瀬らは緻密な実証分析でも知られており、生活過程分析の手法を用いた夕張調査と、水島、倉敷調査を、その代表として挙げることができる。 地域社会学における社会的ネットワーク分析は、ミクロ権力構造の調査研究に用いられたほか、1 9九十年代頃からは、ソーシャルキャピタルの地域的蓄積に焦点を当てた、研究でも見られるように言っている。空間は、物質的関係の繁栄に過ぎないという旧来の図式を脱し、空間の自律性を主張したアンデル・フェーブルの空間の生産論などを講師として、 1990年代以降、グローバル化を背景とした場所の際、再化をめぐる議論が活発になり、ここから空間を介した権力作用、領域化の動きを含めた場所の政治学を経験的に明らかにしようとする地域社会見が行われるようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。